横山富次郎から1936年3月21日は日本の政治家、実業家、衆議院議員。1863年、江戸日本橋に五福もメントンや横山五兵の第三子として生まれる。中江厚介の仏学塾などで学んだ後、1888年に東京仏学校を卒業する。家業に従事しながら、 1897年に貿易会社山と商会を起こし、経営する。1891年に日本橋区会議員。1892年に東京府会議員。1893年に東京市会議員。1898年に第6回衆議院議員総選挙に当選する。また、1894年に東京市区改正委員。 1897年に東京府会の上地委員を務める。1900年3月に起きた東京市産次会員の収賄事件により収賄罪に問われ、1902年に判決が確定する。判決を受けて、1902年5月に都市密鶴松とともに衆議院議員資格が消滅する。 東京資産次会員の収賄事件時事新報明治34年1月22日、新聞修正、明治変年史、第11巻、資産次会収賄事件裁判確定日本明治35年3月30日、新聞修正、明治変年史、第11巻、官報第5657号、明治35年5月16日。ありがとうございます。